面白い商品をね見つけました。人間のおもちゃでもあると思うんで一度はね皆さんやったことあると思います。はい、こちらです。もちろん反応してきたね。これね、何叩いたら起き上がってくるっていうネズミちゃんなんですよ。ネズミ気になるね。これで、遊んでくれるのかなっていう感じですね。僕ね、親戚の家にねこういうちっちゃいこの空気の入ったやつがあって、それねすごい面白いなと思ってたんですよ。でこの猫ちゃんのおもちゃを調べたらこれがあったんで、これ一回ね猫ちゃんにも遊ばしたいなと思ってたのでちょうどよかったですよね。遊び方はまださ知らないと思うんだよこの子たちって。これ教えてあげなきゃいけないね最初。こうやってほら、ダーリン、二人で遊んでね。気になるよねこれ。え、ボール？ネズミじゃないの？気になるの。あ、マロ君くわえて持っていくかな、どっか。それ持っていきたいね多分マロ君。ちょっと尻尾尻尾。おお、ガブってされるとこやった。あれ、あ、面白いこれ。マロ君掴めないね。マロ頑張れって。お、掴んでどっか持っていくか。うん？不思議なおもちゃだねこれ。これ見たことないもんね、こんなん起き上がってくるの。マロ君はネズミすぐ退治しないからね、ね、大変やわ。うわっ、お、ネズミ食われた、ネズミ食われた、マロンが。おー、行ってしまったな、ちゃちゃ。なんとね、マロン君が外に持って行こうとしてたね。ごめんごめん、ちゃちゃ。この子偉いな、ネズミ退治でもしようとしてくれたのかな。嬉しくなっちゃうね。ネズミが来てもマロンがね加えて持って行ってくれる。いや、わからない。これもしかしたらおヒロムが起きたら枕の横にネズミがおるかもしれない。これマロマロそっち行ったらあかんの。これね面白い遊び方思いついた。いくよ。マロ来た、マロ来た。見てるね、見てるね、二人とも見てるね。さあマロンエクスプレス来い。ちょっとエクスプレスではなかったね。ガブってして。なんでなんでなんでやられちゃってるの。マロチャチャねこっちにいるんですけど見てますね。チャチャはやっぱ観戦のが好きだからね、動くものを見て楽しむっていう感じですよね。チャチャは本当に温厚だから。マロン君気になっちゃう。あれチャチャ来たね。いいよ。おぉ、チャチャのジャンプがなんか拙なかったんだけど、ふにゅーってジャンプした。マルク、おぉ、ちょっとたまに落とすっていうね。ちゃんと持ってきないよ、持ってくんなら。あ、ヒロムの方持ってきたかったんかな。編集部屋のとこ行っちゃった。マロン君にガジガジされて、すごい水気の多いネズミちゃんになりました。マロン君やっとるやん、やっとるやっとる、ボコボコやっとるわマロン。あ、ちゃんと遊びとるやん人間のもんじゃで。ということでご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最初にね食いついたのはちっちゃだったけどね、結局これねマロンくんが一番仲良くなりましたね、この子と。なかなか面白いおもちゃだと思いました。